妹決定戦。わーい。カナタ先輩お願いします。妹といえば可愛い存在、可愛い存在といえば妹。わかるよ、はるかちゃん可愛いもん。つまり可愛い子には妹の適性があるのです。一番の妹を決める、それはすなわち一番可愛い存在を決めることに他ならないのです。というわけでスクールアイドル同好会妹王決定戦、ここに開幕です。妹属性確かにいいですよね。楽しみだわ。頑張ってね、かずみさん。1年生のしずこはこっち側だからね。わー、こふん。お姉ちゃん、妹にするならやっぱりかすみんですよね。ね、ね。はあ、かすみちゃんかわいい。実際に妹なのはしおりこちゃんだよね。しおりこちゃんみたいな妹欲しい。わかる、しおりこちゃん欲しい。そうですか。みやちゃんにもお姉さんがいるんだよね。みやちゃんみたいな妹もいいな。わかる、みやちゃん欲しい。なんか複雑。欲しい。しおりこもみやもランジの妹にするんだから。ランジこそ手のかかる妹といった感じなのですが。 Yeah, exactly。 そういえば愛もみさとさんの前では妹らしい言動になるわよね。愛ちゃん結構甘えん坊さんだもんね。やめてよ、恥ずかしいっすか。妹だけに。ちょっとダジャレにキレがないね。ゆうお姉ちゃん、かわいい、かわいすぎてときめいちゃうよ。なんじお姉ちゃん、はい、くらいのパー。みやお姉ちゃん、ひまお姉ちゃん、りなこが一人ずつ落とし始めてる。かすみお姉ちゃん、ついに屈したね。というわけで見事妹王に輝いたのはりなちゃん。おい、ふがっぴな。負けた、悔しいよ。かすみさん、ん、かすみさんともあろう人が一度負けたくらいで何ですか。そうよ、顔を上げて。かすみさんならまだいけるよ。みなさん、さあ次はマスコットキャラクター王決定戦です。それはカスミンが望んでる可愛さじゃないです。今しかできない、ない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 ことがあるんだ。大大大大切、大好きな魂、一瞬一瞬